Oi, gente, boa tarde, como vai? Tudo bem? Então, hoje vamos estudar sobre como bater o teclado de português.今日はですね、大学のポルトガル語の授業の番外編としてですね、ポルトガル語のキーボードの打ち方についてやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。ということで、パソコンでですね、ポルトガル語を打つ方法というのをやっていきます。なんか、今、夕立みたいな感じになってるんですけどね、すごい雷がね、聞こえてますかね。はい。ですね、キーボードをポルトガル語モードにするには、まずどうしたらいいのか。それからポルトガル語の記号の打ち方なんですけれども、これも挿入を使って打つこともできるんですよね、実はね。で、例えばね、ポルトゲースというこの綴りの絵の上に、アクセント記号乗っかってますよね。これはどうやって打ったらいいんですかということなんですけどね。こういった疑問に答えていきます。ということで、まず最初、アクセント記号の入力の仕方というのをやりますね。まずですね、設定って皆さんご存知ですよね。パソコンの設定。で、あそこから時刻と言語を選びます。そしてそこをクリックした後、プルダウンメニューの中からですね、いろいろな言語が出てくるんですけども、ポルトガル語。でも、ポルトガルのポルトガル語ではなくて、ブラジルポルトガル語を、選んで追加してください。よろしいでしょうか。で、ポルトガル語のですね、記号なんですけども、この4種類があります。例えばね、アニバーサリオのように、サーの上にこのアクセント記号がありますけどね、このように、ア、エ、イ、オ、ウというね、斜めの右上から左下にこう落ちてくるこのアクセント記号。これをアセントアグードと言いまして、鋭い音節と言います。それからアークラゼアードなんですけどね。これは前置詞のア、どこそこへという前置詞アプラス定冠詞のアが合わさるとこの記号になります。左上から右下にこう、こちらと逆ですね、真逆の方向になります。で、これをクラーゼというんですけどね、アという前置詞プラス定冠詞のアで、イコールアクラゼアド。3つ目はですね、先ほどのポルトゲイスと一緒のような、このアセントシルクフレクソっていうんですけども、母音の長さが2倍になる、そういう記号です。アボじゃなくてアボーですね。O を2つ発音したみたいな感じになります。で、これには A と O があります。アセントシルクンフレクソと言います。伸ばす音節ですね。あとはですね、もう一つ、マインというふうにチルダマークですね。このぐにゃっとしたマーク。これは微母音のね、音になります。で、使われるのが、アーンとウーンになります。いいですね。で、チルダマークのことをチオというんですね。微母音になります。で、このポルトガル語モードになるとですね、キーを打ったときに、英文または日本語モードとは違う字に打ち込まれてしまいます。で、日本語モードになっている場合の切り替え方ですけども、右下の J をクリックしてポルトガル語を選んでください。で、教科書の付録の3をですね、開いてくださいね。で、キーの位置は次の図で確認していきましょう。ではですね、ゆっくりゆっくりやっていきたいと思います。テクラードジュポルトギース、ポルトガル語記号のパソコン操作。文章をですね、ポルトガル語で打つ方法なんですけども、2つあります。
で、アクセント記号は、挿入で特殊記号の中から選んで打つ方法と、あと2番、次のキーを使う方法の2つがあります。で、最初にこの2番からね、説明していきますね。で、最後にこの1番をね、説明していきます。なぜかというと、私が推奨するのがこの2番だからなんですね。で、キーを使う方法は次のようにします。まず、コントロールパネルで言語、ポルトガル語、ブラジルを選び、デスクトップの右下に言語バー、PT、ポルトガル語を表示させるように設定します。これは Windows 10の場合ですね。で、日本語に戻すときは J をクリックすればいいです。ちんぷんかんぷんですかね。じゃあ、図を見ながらやっていきたいと思います。まず、キーボードをポルトガル語モードにするには、Windows の場合は左下の Windows 商標マークをクリックします。ここにありますね。この赤で囲った部分。これです。いいですか？で、これをクリックするとどうなるかっていうと、次のスライドで見ましょう。これをクリックするとですね、このアイコンみたいなのが出てきます。これがスイッチオフとかオンとかにするときのマークですね。で、この上にですね、この歯車のね、マークが出てきますんで、これをクリックしてください。いいですか？で、これをクリックすると、こんな感じになります。歯車をクリックすると、こういったね、アイコンが出てきます。いいですか？で、その中の一つに、時刻と言語というのがあります。これですね。これをクリックしてください。これをクリックすると、このように、こういう画面になります。で、その中にですね、時刻と言語。で、その下に日付と時刻、地域、言語、音声認識というのがありますけど、言語というのをダブルクリックしてください。よろしいですか？で、それをダブルクリックしますと、今度はこういうアイコンが出てきますんでね。で、そこから、キーボードというのを選んでください。いいですか？キーボード。選びましたか？では、このキーボードをクリックします。そうするとですね、キーボードをクリックすると、いろいろなですね、言語のリストが出てきます。アラビア語とかね、ロシア語とか、スペイン語とか、英語とか、日本語とか、ポルトガル語とか出てきますんで、そこのポルトガル語の、ポルトガルではなくて、ブラジルっていうのを選んでください。ちょっと黄色くしてあります。これを、クリックしてくださいね。で、これをクリックしますと、このように、この四角の中に、ポルトガル語、ブラジル、ポルトガル語、ブラジル、ABNT2 というのがね、出てきます。そうしましたらですね、もうこれで設定は終わりです。よろしいですかね。そうなると、あとは×印でですね、もう終わらせて、で、自分が今作っている、このまあ、これはパワーポイントになってますけど、ワードの文章でも何でもいいです。それを出しましてですね、そして、いよいよポルトガル語を打ち込むんですけども、この画面の中で、これパワーポイントなんですけども、右下のとこね、ここにひらがなのあで、隣に、日本語の J というのがね、あると思うんですけど、これは日本語モードになっているので、ここにひらがなが出ています。いいですか？で、この日本語モードから英語モードにしたい場合は、この A をクリックするとですね、アルファベットの A になります。A になります。こんな感じ。これで英語モードになっています。で、私たちが必要なのは英語モードじゃなくて、ポルトガル語モードですよね。
その場合は、ここの右にですね、この字のすぐ隣に、J と書いてあるこの四角いね、J がちょっと黒くなってますけど、白抜きになってますね。これをクリックします。よろしいですか？で、これをクリックすると、こんな感じ。こういうプルダウンメニューが上にポッと出てきます。で、自分が追加したですね、言語ね、例えばポルトガル語とかね、フランス語とかって出てきますんで、で、ここから自分が必要なポルトガル語、ブラジルというのをね、これをクリックします。まあ、選ぶっていう意味なんですけどね。で、まあ、ポルトガル語モードにこれでなります。いいですか？はい、この黄色い部分、これをクリックしました。ということで、もうキーボードがですね、ポルトガル語モードになっているので、こんな感じでですね、ポルトガル語を打ち込んでいきます。よろしいですか？ではね、ちょっとね、教科書の方に付録があるんですけども、その付録にね、付録の3の方にこういうのが出てるので、ちょっと見てみましょうか。こちらになります。テクラードジポルトギース、ポルトガル語記号のパソコン操作。文章をポルトガル語で打つ方法。アクセント記号は挿入で特殊記号の中から選んで打つ方法と、次のキーを使う方法の2つがあります。今はね、キーボードから打ち込む方法ですよね。で、キーを使う方法は次のようにします。まず、コントロールパネルで言語、ポルトガル語、ブラジルを選び、デスクトップの下に言語バー、PT、ポルトガル語を表示させるように設定します。今、やった通りですよね。Windows 10の場合ね。で、日本語に戻すときは JP をクリックします。または J ですね。で、よく使われるキーなんですけども、このアクセント記号が乗っかった母音が欲しいですよね。あ、え、い、お、う。これを表示させるためには、まず、アットマークを打ちます。アットマークを打ってから、例えば、あだったら、あを打ちます。アットマークを打ってから、指を離してから、あを打つと、これが出てきます。えだったら、アットマークを押して、指離して、えを打ちます。そうすると、こうなります。いだったら、アットマークを押して、指を離して、いを打ちます。そうすると、これ、いが出てきます。で、おの場合は、アットマークを押します。指離します。で、おと打つと、これが出てきます。うの場合は、アットマークを押して、う、指を離してから、うを押します。そうすると、うの上にアクセント記号が乗った。これが出てきます。いいですか？で、もし単語の、固有名詞の場合は、大文字になりますよね。大文字の場合はどうしたらいいかっていうと、アットマークを打ったら、指離して、それからシフトキーを押します。そして、あというふうに打つと、大文字のアクセント記号のあになります。で、えの場合は、アットマークを押します。指を離します。シフトのでこうなります。いも同じです。アットマークを押します。指離します。シフトのい。シフトを押したままいで、このいになります。で、大文字のおのアクセント記号が載ったのが欲しい場合は、アットマークを押して指を離してシフトを押しながらお。で、うの場合はアットマークを押して指を離してシフトを押したまま、うを、打ちます。そうすると、こういうふうに大文字のですね、アクセント記号の乗った母音が出てきます。よろしいですかね。それから、ポルトガル語の中にね、すごくよく出てくるのがセーセジリアなんですけど、これは聖の下に尻尾のついたこの形ですね。これはですね、どうやったらいいかっていうと、もうキーボードがポルトガル語モードになってますんでね。セミコロンを打ってください。
セミコロンを打つと、セミコロンが出てこないで、SSG の、小文字が出てきます。大文字が欲しい場合はですね、シフトを押しながらコロン、セミコロンです。と、大文字の SSG。これが出てきます。よろしいですか？で、チルダマークが欲しい場合はどうしたらいいかというと、はい、コロンを、押して、それから、あ、または、おを打ち込みますと、このようにチルダマークが乗っかった、あ、おというのが出てきます。で、大文字で欲しい場合は、コロンを押した後、今度シフトを押しながら、あと、または、おを、押します。そうすると、この大文字のチルダマーク付きの母音になります。よろしいですか？ここまで。はい。それからまだいろいろありますのでね、見ていきましょう。シフトを押しながらの、操作になります、今度は。シフトを押しながら、コロン、あ、とすると、このアセントシルコンフレックス、このシャッポの形のね、アクセント記号が出てきます。シフトを押しながら、コロンで、それから、え、を押しますと、このように、えの上にアクセント記号が乗っかったのになります。シフトを押しながら、コロン、を押すと、はい、この上にシャッポ記号が乗ります。で、今度はですね、大文字が欲しい場合は、シフトを押してからコロンを押します。そして、シフトを押しながら、あ、またはシフトを押しながら、え、シフトを押しながら、おとすると、このように、あ、え、おというふうになります。で、シフトを押しながら、アットマークを押すとですね、このアクセント記号が逆になったですね。アークラーゼ、アークラーゼヤード。これが出てきますよ。よろしいでしょうか。はい。ではちょっとね、パワポの方にね、戻りましょう。今言ったことが、今、教科書の方の付録で見たわけなんですけどね。はい。こんな感じでございます。アットマークはどこにあるかって皆さん知ってますよね。はい。キーボードの P の隣ですね。はい。で、セミコロンがどこにあるかって言ったら、このアットマークの斜め左下。これです。それからコロンがどこにあるかって言ったら、このアットマークの右下。わかりますかね？ということなんですよ。はい。難しいことは何もないです。で、使うのはあとはシフトですね。シフトキー。こっちにありますね。はい。じゃあちょっともう一回見てみましょうね。例えばね、アクセント記号の打ち方で、あ、え、い、お、う。が欲しい場合は、まずアットマークを打ってから指を離し、打ってからずっと指をね、あに、押したままにすると失敗しますよ。指を離します。で、あ、または、え、い、お、うを打つと、この記号が乗っかった母音になります。で、セセジーリャはセミコロンを打ちます。もうセミコロンを打っただけでもうね、ポルトガル語モードになってるんで、このセミコロン出てこないですよ。セセジーリャが出てきます。で、大文字の場合はですね、セミコロンを打ってからですね、打つ、シフトを押しながらセミコロンです。で、チルダマークのアーンとオンは、セミコロンを打ってから、あ、またはおを打つと、チルダマークが乗っかったこの形になります。では、練習をやってみましょう。アニバーサリオ、コンベルサション、アゴア、エゼルシシオ、マモイ。これを打ってみましょうか。じゃあ、アニバーサリオ。ちょっと、ホワイトボードをちょっと開けますよ。はい。じゃあ、ここにね、打ち込みますね。アニヴェルサリオ。
adversario。さの上に、あの上にアクセント記号が乗っかってますので、まずアットマークを押します。はい。アットマークを押しました。手を離して、で、あを打ちます。と、アクセント記号が乗っかったあになりますね。アニバーサリオ。はい。これは、もうアクセント記号なしです。あともう一つ、コンベルサションという、単語が出てきましたよね。はい。コンベルサションの性はセセジーリャですね。セセジーリャはどうやったんでしたっけ？セミコロンを打ちます。はい、セミコロンを押しますよ。はい。で、セセジーリャも出てきました。あ、ちょっとこれ間違った。で打っちゃった。コンベルサでセミコロンを打つとサウンで、サウンのあの上にチルダマークが載ってるので、チルダマークはどうやったらいいんですかね。コロンを打って、コロンを打ちましたよ。で、アを打ちます。はい、チルダマーク乗っかりましたね。で、コンベルサさん、じゃあもう一個、例えばジアロゴというね、ダイアログのことですけど、これを打ってみましょうか。ジアロゴのあの上にアクセント記号が載ってますので、まずアットマークを押します。手を離して、今度アを打ちます。はい。で、あとはアクセント記号なしですよね。ロゴという感じですね。あと何がありましたっけ。お母さんっていう単語がありましたっけね。ママイ。あれを打ってみましょうか。ママイ。あの上にチルダマークが載ってるので、コロンをまず打ちますよ。で、手を離して、あ。お母さんという意味ですね。はい。こんな感じなんですけれども、いかがでしょうか。簡単ですよね。ポルトガル語モードになっているときは、右下のね、ところが POR というふうにね、表示されてますよね。で、あれが、ひらがなのアだったり、英語の、アルファベットの A になっている場合は、いくらこれやっても出てこないので、いいですか？必ずそこの J のマークのところを、クリックして、プルダウンメニューの中からブラジルポルトガル語をクリックして、そしてポルトガル語モードにして、で、こうやって打ち込みます。そうするとうまくいきますよ。よろしいでしょうか。ではちょっとまたパワポの方に戻りましょうね。はい。こちらです。で、皆さんもね、練習問題やってみてくださいね。これね、アーグア、これは水という意味ですけども、アーグアのアはまず最初にアットマークを打ちますね。それからアを打つと、このようにアクセント記号が乗っかります。それからエゼルシシオ、エクササイズ、練習問題のことですけども、これはエゼルシシオの C の上にね、E の上にアクセント記号があるので、エゼル、ここまで普通に打って、で、この E のところはアットマークを打ってから、イを打つと、このようにアクセント記号が乗っかります。よろしいでしょうか。はい。じゃあ続けますね。今度はですね、シフトを押しながら、セミコロン。シフトを押しながらコロン。シフトを押しながらアットマーク。こうなるとどういう記号になるかっていうのをね、ちょっと練習しましょう。はい。シフトキーを使ったアクセント記号の打ち方。アクラゼはシフトを押しながらアットマークです。それからアセントシルクンフレクソ。この二重母音のね、印ですね。A と O。シフトを押しながらコロン。それと、そこに E または O。を打ち込むと、このような記号付きの母音になります。
じゃあ、例えばね、この練習問題やってみましょうか。Vou à universidade。大学へ行きます。私は大学へ行きます。Você é japonês? あなたは日本人ですか？ Meu avô tem irmão。おじいちゃんは、男の兄弟が一人います。そういう意味ですね。ということで、これを一個一個やってみたいと思います。まず最初、Vou à universidade。いいですか？ではホワイトボード出しますよ。こんな感じですね。Vou à なので、ふとをして、アットマークを打ちて、押しました。で、手を離してから、あ、これでアクラゼアードが出ました。よろしいでしょうか。はい。Vou à universidade。ですね。もう一つは何でしたっけ。Meu avô tem irmão というのがありましたね。Meu avô、おじいちゃんはという意味ですよね。シフトのコロン。そして、お。失礼いたしました。もう一回やりますね。あ、お。シフトを押して、押したまんま、コロンを押します。指を離します。で、おを打ちます。そうすると、このシャッポが乗っかります。いいですね。はい。Meu avô tem irmão。男の兄弟、irmão。で、あの場合はチルダマークなので、チルダマークはシフトを押さないですよね。コロンを打って、それから手を離して、あを打って、っていう感じでですね、まあ、アーとアクラゼアードはまだ出てないので、もう一つやりましょうね。あ、もうアクラゼアードも出ましたね。目はボーテンウィーも。はい。それではですね、例えば、私は今頭痛がしてますとかっていう感じで言ってみましょうか。エスト、コン、どじかべさ。かべさはですね、セセジリアなので、これはシフトいらないですね。はい。そのままセミコロンでした。こんな感じでいかがでしょうかね、皆さん。はい。まあ、アクセント記号をやるとき、シフトを押しながらの場合もあるし、シフトなしの場合もあります。いいですね。はい。ではちょっとまた元に戻りますね。例えばこれ、Você é japonês? これはこのアクセント記号が2つありますので、これはシフトを押しながらの場合ですよね。Você という場合は、Você のここまで打ったら、シフトを押して、そしてコロンを押して、手を離してから絵を打ちます。そうすると、このアクセント記号がついた絵になります。で、この A ジャポニーズの A の方は、これはシフトなしですよね。はい。アットマークを押してから手を離して絵を打つだけ。で、このジャポネースの日本人のこの、ジャポネースの A ですね。これは、まずシフトキーを押して、それから、コロンを押して、手を離して、それから絵を打つと、この記号が乗っかった母音になります。あなたは日本人ですか？
ていう意味ですよね。はい。で、ちょっとここにね、注意事項があるんですけれども、これはアクセント記号の注意事項じゃなくてですね、まあ、こんな感じ。英語で慣れていらっしゃるとは思いますけれども、ポルトガル語で黙祷点の後は必ずですね、ワンスペース入れます。いいですね。そのままくっつけて打ち込まないように。で、文章の書き始めは、まあ大体がね、タブキーを押してから始めるといいですよね。それから例えば論文を書く場合だったら、パラグラフなしで左詰めで始めます。例えば、Eu me chamo Carlos。僕はカルロスと言います。で、必ずここにスペースを1個入れてください。2個入れなくていいです。1個。え、você? って感じね。ここくっつけちゃうとね、ちょっとね、なんか、首がきつそうな、そういう雰囲気になるのでね、スペース入れてくださいよ。では、もう一つ。言語をポルトガル語モードにすると、表示が変わるキーというのがあります。いいですか?例えばね、シフトを押しながらバーを押すと、はい。コロンになります。シフトを押しながら、ロというね、このキーを押すと、クエスチョンマークになります。ということは、このクエスチョンマークが欲しいときは、もともとあるクエスチョンマークの隣のキーがですね、はい、シフトを押しながら押すと、クエスチョンマークになります。で、シフトを押しながら、2、という数字がありますよね、キーボードの。あれを押すと、アットマークが出てきます。いいですか?英語だったらですね、これは、アポストロフィーが出てきますよね。アットマークじゃなくてね。ポルトガル語モードになると、変わっちゃいます。で、シフトのですね、7。シフトを押しながら7という数字をね、打ち込むと、アンド。これが出てきます。で、シフトを押しながら8というね、数字のキーを押すとですね、アスタリスクになります。で、カッコはですね、1個ずつちょっとずれてるので、シフトの9がですね、開くカッコになります。で、そのお隣ですね、今度は。シフトの0を押すと、閉めるカッコになります。あと、シフトのですね、ハイフォンを押すとですね、はい。アンダーバーになります。よろしいですかね。アンダーバー。で、シフトを押しながら、このマークを押しますとですね、これはハイフォンの隣の右隣のキーになります。そうすると、プラスマークになります。で、シフトの円、のマークがあるんですけども、一番 2段目の段ですよね。上から2段目の段の右から2つ目のキー。シフトの円は、シフトの円で ABC というふうに打つと、大文字になります。いいですか?で、このシャッポマークみたいなのがあるんですけども、ポルトガル語モードでは、このシャッポマークを押すだけでですね、イコール、これが出てきます。それから、ポルトガル語モードで、このバーですね。バーとクエスチョンの、このキーがありますけど、これを押すとですね、セミコロンになります。いいですね。バーじゃなくて、セミコロンが出てきます。で、アットマークを2回、ポンポンと打つと、このように、アポストロフィーのちょっと大きいのが出てきます。そんな感じですね。だから記号も変わっちゃうんですよね。ポルトガル語モードにすると。あれ、アットマーク打ったのに何も出てこないってことになりますよね。だってこれアクセント記号に使うキーですから。いいですか?で、最後にですね、このキーボードを使わずに、挿入というね、このコマンドを使うやり方があります。それをちょっとね、説明しますね。挿入から特殊記号を入れて打つ方法です。こ
ここにね、例えばこれはパワーポイントなんですけども、ワードでも何でもいいです。とにかくこの一番ヘッダーの上のところにね、挿入というキーがあると思うんです。で、挿入をクリックするとですね、こういうのがだらーっと出てきますので、そこの中に記号と特殊文字というのがあるんですね。これをクリックしてください。これをクリックするとどうなるかっていうと、はい。こういうものが出てきます。この表が出てきます。で、この表の一番最初のね、まだてっぺんなので、自分が欲しい記号出てないですよね、まだね。それを出すためにはどうしたらいいかっていうと、ここのスクロールボタンがありますよね。これをクリックします。いいですか？で、これをクリックすると、こんな感じで、はい。これ少し下に行きました。ただ自分が欲しいチルダマーク付きのアートとか、あとセーシジーリアとかね、アクセント記号付きの A であったりとか、この自分が欲しいアクセント記号が付いた E とかね、O とか出てきますよね。そしたらこれをダブルクリックするんですけれども、そうすると挿入されます。ただ挿入する場所がないと、どこにも挿入されないので、まずですね、この記号付きの母音を打ち込むところにカーソルを点滅させて、その文章を今自分で作ってるとすると、ポルトガル語でね。で、ここら辺にカーソルを点滅させて、点滅させたところで、この挿入でこういうものを出して、これをダブルクリックすると、チルダマークのアが出てきます。で、挿入 OK。で、これ挿入1個ずつなので、例えばね、マッサーンっていうのは、これリンゴという意味なんですけども、セーシジーリャと、チルダマークのついたアが両方欲しいですよね、二つ。でも、一発でできないんですね、これ。まず、セーシジーリャを選んで、はい、ここにカーソルで点滅したとこにセーシジーリャが入ります。その後、もう一回また挿入というのをクリックして、で、また記号と特殊文字というのをクリックして、これを出して、で、マッサンのアーンという、これをね、ダブルクリックする。そうすると、そのカーソルが点滅しているところに挿入されます。で、こういうことをずっと繰り返しているうちにですね、パソコンもね、賢いので、ここに最近使用した記号ということで、ここにこう出てくるわけですよね。はい。この温泉マークなんかも出てきますけど、これはそんな、デフォルトでね、いろいろこういう記号も入ってきます。だから、セーシジーリャとか、チルダマークとかね、いろいろ出てくるので、もうだんだん慣れてくると、これをいちいちここで探さないでも、ここでパッパッパッとできるようになります。ただ、いちいち挿入特殊記号っていうふうにね、いち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 やらないといけないので、私が推奨するのはやっぱり、キーボードから直接打ち込む。それがまあ一番やりやすいかなっていうふうに思います。よろしいでしょうかね。ということで、まあ以上ですけれども、ポルトガル語のキーボード操作、お分かりになったでしょうか。これから先で、やはりね、皆さんもね、オンラインで、いろいろと提出物とかね、パソコンでですね、打ち込んで送らないといけないですよね。ですので、このようにポルトガル語の、キーボードの操作、何回もやってるうちにね、本当慣れてきちゃうので、全然難しいことないんですけどね。いっぱい練習しながらやってってくださいね。はい。ということで、来週ですね、今週の日曜日に、非常事態宣言が解除されるみたいなんですけど、沖縄を除いて。だから来週から対面授業になりますよね。ですので、また皆さんにお会いできますけれども、こういうキーボードを使ったね、提出っていうのは、これから先、またいつ非常事態宣言になるかわからないので、オリンピックが始まるとですね、またすごくたくさんの人々の人流がね、増えますので、わかりませんのでね、こういったことも、合わせて、
訓練しておくといいかなというふうに思います。では皆さん、プロジェスオーバムステリムナルポレキ、ご聴講ありがとうございました。では皆さん、キーボード楽しんで操作してくださいね。では終わります。インターンシェンチ、チャオ。終了。